皆さんこんにちは人生百年時代生き方改革提唱者のマダムホーです私たちは100歳まで生きて多分80歳までバリバリと現役で働く世代となりますそのためにもぜひ今から人生設計をやり直しましょうそしてマインドセットを変えてほしいと思いますいよいよこの毎日やっているライブもおかげさまで300日を超えました 昨日が300日今日が今ります。えー、1年365日をやるという宣言してやってますからあと64日なんですけれども300日を超えた頃からいよいよ皆さんにはリーダー成功者または夢を叶える人生設計のやり直しをしてほしいと思ってテーマをちょっと辛口に変えていきます。まあ、時々は面白いこととかあの普通の 一般的なこともお話しするんですけれども、やっぱりこれから先は。まあマダム法らしい、ちょっと尖った <laughs> 内容をお話ししたいと思います。このリーダー論とか、なんですけれども、日本人っていうのは。 なんだろうやっぱり農耕民族だからかわかりませんけどこのみんな平等でっていうことがあるんですよね一人だけ飛び抜けていると、まあ、出る杭を打たれたりとかやっかみとか足を引っ張るという文化があると思います一方やっぱり私はアメリカとかヨーロッパが好きなのは狩猟民族であったりここがダメだったらあそこに行けばいいっていう彼らの考え方あと特にアメリカが私は好きなのは 成功者とか成功している人を称賛するんですね。やっぱり並大抵の努力でなかったことを彼らはしているから、それを称賛してあげるっていうアメリカ人が私は大好きです。でその中で逆にアメリカから見てああ日本人はここがねえっていうところがあるんですね。その一つが今日のテーマです。嫌われる覚悟。 まあ私はこの過去5年から6年一般の女性たちを輝かしさせたいと思っていろいろビジネスノウハウを本当にタダで毎週公開してたわけなんですね。でそれは何かっていうと皆さん成功するためには覚悟が必要ですよ。 っていうことを言ったんですねでみんなもこうふむふむとノートを取ってるんですけどじゃあその覚悟は何かっていう3つを言った時にみんなパタッとメモを取るのが止まるっていうか引くんですだからやっぱりその時に私感じたんですね全部とことんまでやって成功する女性男性 男女関係なく、人間とやっぱりほどほどなところで止まってしまうそれ以上の芽が出ない人の違いっていうのは結局覚悟だったんだっていうことがあの時私は分かったんですねそれでやっぱり覚悟があるかないかによってあとはもう何教えても駄目なんです。やっっっぱりダメな人人はは、言いいい訳ををます。で覚悟を持った人間っていうのととことん、 やるんですね相手が何が言おうが周りが何を言おうが自分の信じたところを行くとでその3つ覚悟が必要だよっていうことを話をして3つみんな引いたんですけれどもそのうちの多分一番日本人にとって難しいできない困難っていうか覚悟っていうのが今日のテーマ嫌われる覚悟なんです。あののねこう多くの人は トップに行きたいお金が欲しいお金が欲しいって言うんですけれども例えば社長さんになるとか女性役員になるとか私みたいにあのなんだろう自分で起業をやって成功する。 投資をやって成功する。皆さんは成功したとこしか見てないんですよ。だけど成功っていうのはね、氷山の一角で成功はこんだけ。皆さんが見てる私の自由な生活、やりたいことやって、買いたいもの買えてとかっていうのはこれだけなんです。氷山の一角。実はこの氷山の下、氷山の下はこれだけの苦労とか失敗とか悔し涙とか。 私はここんけけの悔しいことをやってきたわけですそれをみんな分かってないし見てないで私が「実はね成功するためにはこっちなんだよ」って言うとみんなヒューとかって引いちゃって「あもうやめます」みたいなあのことがあるんですね。でその中で本当に国民性なんですが日本人が一番できない辛いことっていうのが嫌われる覚悟なんです。例えば皆さんは相手にととっってて良かれと思って こう教えてあげたり情報を上げたり進めてあげたりするわけですねだけど失敗する人っていうのは自,分自己責任取れないから失敗するんですよで失敗する人は自己責任取らないから必ず責任転嫁誰かのせいにしないと自分が惨めすぎるんですね。その 失敗したた自分と向き合えない人たちでそういう人たちはどうするかっていうとあんたが悪いリーダーが悪い社長が悪いってあなた上司のせいにすするんです、まあ、もちろんそれはケースバイケースがあってもちろん本当の意味でのブラック企業とかあるんですが一応一般常識的なみんないい人みんな本当にいい悪意がなくってよかれと思ってやったんだけども。 失敗すするるってあるわけですねあの投資でも騙されない投資詐欺に引っかからないことってことでまず定義言いましたよね誰も最初から悪意を持ってあなたを騙してやろうというのはそれは詐欺師ですけどやっぱり最初は投資でも何でも頑張ろうと思ってやって皆さんからお金をもらって上場しますとか ICO しますとかってこうなんかやるわけですよね。だけど何かが起こっったりやっぱりやぱ 通りにいいいかななうののが常なので、まあ、失敗事業が失敗する会社が失敗して倒産するなんかあるわけです皆さんの夢が叶わないつまずく失敗するでその時に成功者っていうのは自己責任責任を取る覚悟ができているので、まあ、これは自分が悪かった私も言いますよね私が失敗するのは人を見る目がなかったってだからこれは全部私の責任ということでまたゼロからやり直す。 これが成功者なんですだけど凡人っていうのはもうその自分の弱さ自分の欠点と向き合えないからあれはあの人が悪いあれはあの時のお客さんが悪いあれはあの時に教えてくれた先生が悪いあれは上司が悪いあれはなんか政治が悪いあれは大統領が悪いなんかわかんないけど人のせいにする。だから ここなんです本当に成功しようと思ったらあなたが良かれと思ったことでさえ必ず「ついてこれなかった人はあなたのせいにしますあなたを恨みますああ言われたからやったのに私の家族死んでしまった」とかねまあなんかそれがあの薬だったり治療法だったり「先生が言ったからお願いしたのにやっぱり私のお父さんは手術で死んでしまった」とかねいくらもう 神の手と呼ばれる医師がベストを尽くしてもやっぱりがん細胞がまた出てきたりなんかいろんなことがあってそれがレクチンかもしれないけど死んでしまったら先生が言っったののにって患者それとかまあなんかこう,う事故があった時も「おまわりさんが」とかのせいにしたりとかやっぱり今ねあのさよ子さんもいらっして例えばこ子さんも。 薬剤師さんなんですがなんかそれで具合悪くなったらあの時あなたがこの薬を勧めてくれて薬飲んだのに病気になったとか風邪が治らなかったとかねとにかく人人のせいいいにしたい人って多いわけですだからやっぱり何を言いたいかというとあなたが成功してあなたが人より多くの収入を取るあなたが人より上の地位をいくあなたが人より夢を叶えてるっていう時は必ず。 あなたのことを妬むとまでは言わないけども自分ができなかったことをあなたのせいにしたい人はごまっているわけですだからまあねさよこさんもずっと今こうやって薬局とか成功しているんだけれどもやっぱりいつか嫌われることがあるんですよさよこさんが良かれと思っても絶対あなたの悪口を言ううまくいかなかったことをあなたのせいにする人が出てきますだから 嫌われる覚悟を持ってください。例えばね、あのあさや子さん院に、ね、ありがとうございます。例えばほら政治家もう皆さんの世の中変えようとかと思ってこう偉大なる志を持ってなんか維新なんか明治維新とかこう総理大臣とかなるわけですよね皆さんなるんだけどやっぱりこううまくいかない。 だ,はだけどうまくいかなくってあれは政治が悪い何か何々に党の党首が悪いとか大統領が悪いあの何首相が悪いとかって必ず100%尊敬される人っていませんよね。 多分神様仏様でもあの時お祭銭やってお布施払ってお祈りしたのに私の夢叶えてくれなかったとか金メダル取れなかったとか私の親が病気で死んだあの時助けてくださいって言ったのに子供が流産でで、ね、とにかくあるわけですよねだから神様でも嫌われて責められる大統領でも決められて嫌われて責められる。多分 あの国王とか天皇でも嫌われて責められるわけですから私たち凡人が何かをしようとした時には必ずあるんですねだから皆さんやっぱり皆さんが何か夢を叶えたいとか成功したい自由な人生お金に困らない豊かさと幸せを手にしないとかって思った時は まあ後々3つの覚悟を1つずつ言いますけどそのうちの1つ嫌われるる覚悟あなたはどここまでで持っていいかということうすねどこまで嫌われてもどこまで恨まれても妬まれてもあなたは乗り越えていく覚悟があるかこれは多分日本人には一番難しい。 覚悟です他の覚悟は例えばお金の覚悟だったり物理的な覚悟なんですがこの人間関係で嫌われる日本人って好かれることに生きがいを感じる国民で嫌われたらシューン仲間外れされたらシューン中には自殺までする人がいるわけですからだからやっぱり皆さんそのいろんなモラハラマタハラパワハラとかあるんですが嫌われる覚悟を持ちましょう。それがあるかかないかで あなたが輝けるかどうかこの人生100年時代人の目を気にせずにね自分の信念を貫くためにはぜひ嫌われる覚悟持ってくださいねはいじゃあ今日は以上ですではまた皆さん明日ごきげんようさようなら